毛流れめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はこんな感じのおしゃれな顔周りの巻き方を紹介していきます。この顔周りの流れる感じをやりたい方多いですよね。でも美容室でなんてオーダーしたらいいかわかんないですよね。私も正直この感じなんて命名したらいいか言葉で説明するのが難しくて、なんて言ったらいいかわかんなくなっちゃうので、もう動画で巻き方だったりやり方を説明していきたいと思います。自分で巻けたらね、これやってくださいみたいなオーダーする必要もなくなりますからね。でしかもこれ実は10秒あればできちゃうんです。超簡単に大人の雰囲気をまとえることができるようになるので、ぜひ皆さん参考にしてください。まず用意するものとしてはお水です。そしてコームからのドライヤーからのコテです。ドライヤーは今回はヤーマンのドライヤーと、コテは 32mm リファのコテです。で今回はこういうふわっとした前髪を作っていきたいので、一度前髪濡らして上げていきます。普段下ろしてる方とか寝癖の状態でパカーンと割れちゃってる状態からスタートしてもどうしてもうまくできないです。なので必ず根元をしっかり水で最初は濡らしてください。水で濡らすことによってなかなか立ち上がらない前髪も立ち上がりやすくなるので、この濡らすっていう作業絶対やってくださいね。で結構この髪型のセットとかってお化粧の後にやりますとか最後にやりますっていう方がちょくちょくいて、コメントとかでもよくいただいているので、まあ、できれば顔にね水がかからないように慎重に濡らしていければいいんですが、どうしても顔に水ついちゃうのが嫌っていう方がいたら、そういう方は最初に前髪の乾かすところまでやっておいて、その後にお化粧をして巻くっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、これで根元を濡らすことができたので、次コームで前髪を溶かします。ちょっとジグザグってしながら溶かしてあげると根元がふんわりしやすいです。はい、ここからはドライヤーで乾かしていくんですが、最初はこの根元のところをこう上に持ち上げながら後ろに、である程度乾いてきたら右から風当てたり左から風当てたりと、いろんな方向から風を当てていきます。ずっと同じ方でこうバーンって固定して乾かしちゃうと、もう逆に後ろにこうバーンと行き過ぎちゃってふんわりのこの状態が作れなくなって、もう全部オールバックになってしまうので、もう顔がパーンって出ちゃって逆に老けて見られやすくなってしまいます。なので前髪後ろに乾かしつつも横にこうちゃんと降りてくるような感じでいろんな方向に乾かしていきます。でずーっとこう上に持ち上げた状態で乾かすんじゃなくって、最後の方はちょっと横の部分押さえながらこの根元の部分をもりっと持ち上げてドライヤーを当ててあげるとボリュームが出て綺麗な流れを作ることができます。で最後しっかり乾いたら冷風を当てて形をよりキープできるように固定していきます。ではそこまでやっていきます。はい、これで濡らした前髪を乾かすことができました。乾かしただけでもこんな感じでふんわり立ち上がってくれてます。はい、そしたらここからコテを使って髪の毛を巻いていきます。でこの時のコテは 32mm ぐらいがゆるっと巻けてちょうどいいかなと思います。あんまり細すぎるコテだと毛先だけクルーンってなっちゃってどっかもう飛んでいきそうな感じになってしまいやすいので、この 32mm ぐらいが一番ゆるっと自然な流れを作れるかなと思います。で温度は140度です。この顔周りの髪の毛なので少し量が少ないですね。なので温度をすごい高めにしちゃうとダメージしやすいですし、よくこの顔周りの髪の毛って結構チリチリしやすくないですか。なんか顔周りだけすごいダメージしてるなーとかあるあるだと思うんですけど、そういうのって大体コテだったりストレートアイロンが原因なんです。はい、そしたらまず前髪の部分だけ髪の毛を分け取ります。この短い部分ですね、反対も一緒。私と同じように前髪が短い方はでもこうなると思うんですけど、もう無視しちゃってもうこの横の髪の毛と同じだと思ってください。変にこの短い髪の毛で巻いちゃうとこういう風にくるんって逆に孤立して目立ちやすくなっちゃったりとかするので、あんまり触らない。この辺は巻く部分はこの中間毛先だけです。で私みたいにこう前髪が短い部分だったりある人は特にそうなんですけど、毛先の方が結構スカスカになってることが多いんですね。でそういう時ってこうパラ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 巻きたいのに落ちてくるじゃないですか。それだとやりづらいので、この毛束を後ろに向かって軽くねじねじします。そうするとパラ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 落ちづらくなるので、パラパラ落ちてきちゃって巻けないっていう方は軽くねじってこんな感じで真横に前髪を引き出してもらって、中間にアイロンを縦に挟みます。この短い髪の毛がある人はもう無視しちゃってくださいね。ここは巻かなくていいです。巻かない方が馴染みます。アイロン挟んだらパカパカが前になるように、そのままくるっと一回転させて毛先をパカパカしながら入れ込みます。であとはそのまま根元を持ってコテを前に向かって外します。すぐに溶かして馴染ませる。
あったかいうちに形を固定するっていうのが大切です。こんな感じでね、サクッと巻いていくのもポイントです。あんまり長い時間コテを当てちゃうと不自然なカールがついちゃうので、もう巻いて入れ込んで外したらすぐ形を整える。そしたら反対も一緒、真横に持ち上げてパラパラ落ちてきちゃう人は軽くねじって毛束をまとめる。この状態でコテを中間に挟んで、パカパカが前の状態で挟む。そのまま後ろに向かってくるっと一回転させたら、毛先をしっかり入れ込んで根元を持ちながらコテを前に倒して外していく。で、あったかいうちに後ろに流れる形を整えます。はい、これで前髪が巻けたんですが、まだこれだけだとやっぱり前髪だけくるんってなってて、ちょっと孤立して見えちゃいますよね。前髪と後ろの髪がもう分かれてるっていう感じが目立っちゃうので、次はこの前髪のすぐ後ろですね、顔周りの髪の毛を前に出します。もう耳前の髪の毛ですね、この部分です。前髪のすぐ後ろの髪の毛、この部分も巻いていきます。で、この部分に関しては、この今作った前髪の流れに沿ってつながるように巻き髪をしていきたいので、巻き始めはこの毛先の延長線上の部分から巻いていきます。この時はあんまり持ち上げずに、もう本当に顔からちょっと離れるぐらい、あんまり顔に近すぎると火傷しちゃうので、少し持ち上げるぐらいで髪の毛を取ってもらったら、そのまま前髪の延長線上のところにパカパカが前になるようにコテを挟んで、さっきの前髪と同じようにまずは1回転で、そのまま毛先をパカパカしながら緩めながら外に巻きます。で、絶対この前髪の上まで巻かない。また同じようにコテを前に倒しながら抜いていきます。手ぐしを通してつながるようになじませます。この顔周りからこう後ろにこうつながる感じですね。はい、そしたら次反対も一緒です。髪の毛を少し持ち上げたら、パカパカが前になるようにアイロンを挟む。で、この前髪の延長線上のところまで巻きたいので、くるっと一回転させたらパカパカさせながら毛先まで入れ込む。で、巻き込んだらすぐアイロンを前に倒して、巻き始めの部分を潰しながら離す。で、すぐに手ぐしを通して前髪と横の髪の毛をつなげていきます。で、最後にこの顔周りの部分と全体の部分一緒に持って、軽くこう後ろになじませながらつなげて巻いてあげるとよりなじみやすくなります。ここをこう潰すような感じで一緒に巻いてあげるとつながりが良くなります。軽くちょっと全体もワンカールしましょう。はい、そしたらこんな感じでどうですか？全体が綺麗に巻けました。この手ぐし通したりしてふわって顔周りにつながっていく髪の毛、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いい女感が出る。で、私みたいに前髪が中途半端な長さの方でも、前髪がもともと長い方でも邪魔にならず自然な感じで仕上げることができました。めちゃいい女感出てません？綺麗って感じで、あとこの前髪の立ち上がりがあんまり良くないなって思う方は、思い切って分け目を反対にしてみる。やっぱりボリューム出てるとすっごい上品な感じしますね。前髪が立ち上がりにくいなって方はぜひ思い切って分け目を変えて挑戦してみてください。はい、こんな感じで前髪顔周りを巻くことができたら、次はスタイリング剤をつけていきます。スタイリング剤はオイルがいいかなと思います。オイルだとツヤ感も出て、この綺麗に流れてくれる髪の毛とも相性がいいので、今日はオイルをつけていきます。私ぐらいの髪の長さだったら 2,3 滴でいいかなと思います。手のひらに伸ばして、まずは毛先の方からつけていきます。で、結構前髪が短くってちょっと落ちてきやすいという方とかは、このオイルにバームを少し足してもいいかなと思います。すごい自然な動くような柔らかい感じにしたいっていう方はオイルがおすすめです。しっかり止めたいっていう方はバームを1対1で混ぜるのがおすすめです。で、こんな感じで中間毛先になじませたら、最後も余ったので軽く手ぐしを通して根元の方にもつけていきます。頭皮につけるってよりかは根元のギリギリの髪の毛からつけていく感じですね。で、最後後ろの髪の毛もちょっとオイルを足してつけていきます。オイルはね、結構いっぱい一気につけちゃうと、つけすぎってなっちゃった時に落とすのが大変なので、ちょっとずつちょっとずつ足していくっていうのがおすすめです。はい、そしたらさらにこの前髪をキープさせるために最後にスプレーを振っていきます。全体に振るってよりかは、この立ち上がったこの部分ですね、ふわっと上がってる部分にスプレーを振っていきます。少し前髪を上に持ち上げた状態で根元のとこに、もうこんくらい、この辺まで全部固めちゃうともうガチガチになっちゃって、動いても髪の毛変わりませんっていう、なんかちょっと不自然な感じになってしまいやすいので、もうキープされてほしいこの根元の部分だけ
スプレーを振っていきます。ここをスプレーで止めておくだけでも全然モチは変わってくるので、ぜひやってみてください。はい、というわけで皆さんいかがでしたか。今日のポイントをおさらいすると、まずはドライヤーの風を利用して前髪を立ち上げる。次は前髪とその一個後ろの髪の毛も巻いてあげて、前髪とこう自然につながるような流れを作る。そして巻き方は全部外巻き。そして外すときはこう手を前に倒しながら、の巻き始めの部分がこう潰れるように外していく。で、巻いたらすぐに外して手串を通して全体をなじませていく。以上のことを意識しながらスタイリングをしていくと、こんな感じで綺麗に流れのある前髪を作ることができます。これだけで素敵な大人の女性の雰囲気を作ることができるので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひお友達追加をお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。